はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は何も足さない、何も引かないシリーズで CX9、やっとティア21がね、解放できたんでね、使っていきたいと思います。銃の感じはこんな感じです。なんだろう、のんびらぼーんとした感じのね、なんかマンボウみたいな感じだな。すごい、大きい SMG の割にはダメージ小さいね。でもってカスタムなんですけども、まあ、何も足さない、何も引かないシリーズなんで、本当にまあ、皆さんがね、もうもらった当初と一緒で、ノーアタッチメントです。まあ、一応、アップグレードで43まで上げてるのは、レプタイルの迷彩をね、同時に開いていこうっていう感じでやっていこうかなっていうことでね、まあ、上げてみたんですけども、もうね、訓練所も行かずにそのまま持ってきてレッツゴーっていう感じなんですけど、さあどうなることやら、レッツラゴー。はい、場所はキルハウス、行ってみようぜってことでね、まずは右から、ちょっといつものようにコンテナのとこから、お、ちょっと待ってよ待って待って、お、マガジン20ってなってんだ、おい20発か。20はちょっときついな。うわ、しょっちゅう変えてないといけないし、ソーラーの数っていうか、持っていけるマガジンの数考えたらすごい少ないよね、これ。あ、これはもうハゲワシつけとかないと自分やばいですね。弾取らないとダメなやつだ。いや、まあ、サイとかで戦えばいいんですけども、さすがにちょっとね、あとダメージがやっぱりちょっと、小さいね。あんまりこう遠いとこを狙えないような感じかな。うわ、ロケットランチャーね、やれたロケットランチャー飛ばしてくっか、あそこで。いや、勘弁してくれよ、ロケットランチャーは。どうなんだろう、すごくエイムがちゃんと合わないと、ほんとすぐに弾は無駄打ちしたらね、なくなっちゃう感じだから。いや、これ厳しいな。あの予測打ちとかね、ああいうのがちゃんとできる人だったらいいけども、自分でも適当なんでね。いやいや、弾20か、20はちょっときついな。まあもちろんね、カスタムするときには多分弾増やせるんだと思うんですけども、いや、ここまで少ないとさすがにきついな。どうなんだろう、 SMG だから腰ダメでこう特攻していくような感じの方がいいのかな。いや、あまりにもな、ちょっと少なさにびっくりだな。はい、倒して。あー、やばいやばい、あー、やられちゃったやん。もう弾変えてる時に絶対やられるよね、これこれ厳しいな。あそこでもう13とかぐらいしか出てないもんね、ダメージが。19、16とかそんな感じかな。いや、すげえ、ダメージも弱いし。だから近くで26とかだから、うわー、そこで、ちょっとそこでもう離れたぐらいで10いくつになりますね。厳しいな、これ。ここで19ぐらい。お、だだ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 。もうちょっとサイで刺します。ブスッと。いや、もう怖いわ、本当に。20発か。マガジン速攻なくなるな、これ。あ、もうないし。弾切れなんで、ちょっとサイでね。あ、そっか、水鉄砲があったね。水鉄砲でちょっと倒して、弾もらいましょう。これはやばい。よし、このまま突撃と行きたいんですが、どうだ？うまくいくか？よし、オッケー。弾もらい。一旦引きましょう。で、持って、ここで、おお、ロケットランチャーでまたやられた、もう。せっかく弾拾いに行ったのに、無駄に終わってしまった。だから全部で80発しか持ってないから、確か4マガジンですよね。4マガジンだから80発分しか持ってないんで、ハゲワシはこれノーマルでやるときは必須ですな。これはちょっとやばいな。すげえ、いや、打ち出すのも結構早いんですよ、まあ、感じ的にね。まあでも連射速度60ぐらいだったと思うから、実際には多分 ICR-1 と同じぐらいかな。腰ダメの方が結構当たる？もしかして。やっぱ走っていって腰ダメでガンガン当てていく方がいいのかもしんないな、これ。どうだろう。さあ、おー、やっつけてくれた。はい、勝利。50対40、GG。
MVP いただきました。ありがとうございます。ドノーマルでよくやれたな。いやー、この銃厳しいわ。うん、20発しかないっていうのは自分にとってはちょっとかなり致命的ですね。水鉄砲でこうやってね、弾取らないと。はい、レーティングは87。87が23。ああ、いいね、ありがとうございます。20人前半ぐらいかな。まあいいね、入れときましょうね。2位の人が結構倒してくれてるんじゃないかな、数は多分。はい、戦績の方を見ていきましょう。はい、24キル4です。4アシストでした。あ、2位の人はほら25人もね、やっぱ倒してねくれてるんでね、多分勝てたんですよ。いや、よかったな、ほんとね。はい、まあフレンドはちょっといっぱいなんでごめんなさいね。はい、どうだったでしょうか。 CX9、これちょっと新しい銃ね、20発っていうのはちょっと厳しいな。いや、カスタムしてどうなるかわかんないですけど、相談数を増やす方向でいくのか、そのままでこう走って腰ダメで当てていくようなカスタムにするのか、いや、どうだろう。 SMG だから多分腰ダメで走っていって当てるっていうのもまあまあいけると思うんですよ。おそらくレーザーとかをつけてやればいけるんじゃないかなとも思うんだけど、射程距離自体がちょっと短いし、伸ばしたとしてもノーマルで戦ってロングショット打ってみて19とか10いくつのね、あのダメージだったから、あれではちょっと距離を上げてもダメージはそんなに上げれないんじゃないかな。だからやっぱり近距離でこう戦うような SMG なのかな。どうだろうな。ちょっと扱いがね、まだ分かってないんでね、難しく感じるんですけどね。まあ、相談数が上がればなんとかなるのかな。まあ、それもね、まだ分からないんで、一度まあカスタムをしたやつをね、また組んでみて、アップしてみたいとは思うんですけども、まあ、これはね、あのティア21で無課金でね、もう皆さん全員がねもらえる銃なんで、ぜひティア21までね頑張ってレベルを上げてもらってゲットして使ってみてください。まあ、CX9 ちょっとね、まだ自分もよく分かってないんでね、もしよかったらね、あの皆さんこんなカスタムあるよっていうのとかがあったらね、また教えてください。ではまた次回を待て。